今回は動画をアニメ化したり、スタイルを合成することができる Go Enhance というツールをご紹介します。このツールにはたくさんの機能があるのですが、まずはこちらをご覧ください。一つ目の機能は、動画のスタイルを変更できるビデオトゥービデオの機能です。 TikTok などのショート動画でバズりやすいコンテンツを生成できます。二つ目の機能は、クリエイティブスタイルトランスファーという機能です。こちらは最近新しくアップデートされた機能で、うまく活用すればクリエイティブな動画を生成することができます。その他にも、好きなキャラクターに動きをつけたり、高画質化できる機能もあり、かなり機能が豊富なことがわかると思います。それではツールの使い方やそれぞれの機能の詳細について詳しく見ていきましょう。まずは概要欄のリンクからこちらのページを開きましょう。画面の右上のボタンをクリックして会員登録を行います。ボタンをクリックするとこのような画面が表示されるので、右上のログインボタンをクリックします。するとポップアップが出てくるので、 Google アカウントにてログインを行いましょう。ログインを終えるとこのような画面になります。私はプロプランを契約していますが、無料でも40コインほど付与されるかと思います。それでは早速それぞれの機能を見ていきましょう。まずは一番左のビデオトゥービデオをクリックします。するとこのような画面が表示されます。左上にアップロードビデオという項目があるので、こちらに変更したい動画をドロップします。今回はサンプルとしてこちらの動画を変更してみましょう。しばらく待っていると動画が反映されるので、次はスタイルを選択しましょう。選べるスタイルはこのようにたくさんあります。またアップデートも頻繁に行っているので、今後もスタイルは増えていくことが予想されます。ひとまずピクサースタイルを選択してみましょう。生成するビデオの長さを選べるのですが、10秒以上生成したい場合はプロプランに加入する必要があります。シードはこのままで、ジェネレートボタンを押したら完了です。生成には5分ほどかかりますが、同時進行で他のスタイルも変換できます。複数のスタイルで試したい場合は、一気に生成した方が効率が良いと思います。5分ほど待っていると、早速動画が出来上がりました。このように、細部までしっかりと変換されていることがわかります。その他のスタイルもいろいろと試してみましたが、それぞれとても良い感じに生成されています。スマホで撮った動画でももちろん変換できるので、アイデア次第では面白い動画が作れると思います。それでは次に、クリエイティブスタイルトランスファーという新機能を見ていきましょう。トップページに戻り、左から2番目の項目をクリックします。まずはモーションビデオを設定しましょう。好きな動画を自分で選ぶこともできますが、今回は用意してあるサンプルで試してみましょう。こちらのブレイクダンスを踊っている動画を選択してみます。その下にサブジェクトという項目があるので、こちらをクリックします。するといろいろなスタイルの画像が表示されました。この雰囲気に合わせて動画をクリエイティブに生成してくれるという意味合いになります。今回はローズという画像を選んでみましょう。サブジェクトを設定したら、プロンプトも適当に入力しましょう。ローズが踊っているというプロンプトを指定してみました。背景も選ぶことができます。ひとまずデフォルトのノーンのままでいきましょう。動画の長さもこちらで調整することができます。長い動画を作る際はコインが多くなるので、その点はご注意ください。すべての設定が終わったら、ジェネレートを押してしばらく待ちます。待っている間に自分で設定した画像でも生成してみましょう。こちらはミッドジャーニーで生成したピカソ風の画像になります。こちらの画像をサブジェクトにドロップしてみましょう。反映されたらこちらを選択してジェネレートを押せば生成が開始されます。出来上がった動画を早速見てみましょう。こちらはローズを設定した動画ですが、模様がブレイクダンスに反映されていることがわかります。同じようにピカソ風の模様もしっかりと反映されています。例えばこれらの動画の背景を切り取ってバックグラウンドに動画を差し込めば、クリエイティブな動画を作ることができます。あくまで一例ですが、アイデア次第で
この機能でバズることも可能だと思います。ぜひ他のスタイルも試してみてください。他にも機能があるのでご紹介します。トップページに戻ってアプリを右側にスクロールしていくと、キャラクターアニメーションという機能があります。基本的な使い方は今までと似ています。こちらに動かしたいキャラクターや人物の画像をドロップします。使用する画像は手足が写った全身の画像がおすすめです。今回はミッドジャーニーで作成したこちらのアインシュタイン風の画像を適用してみましょう。画像の反映が終わったら、今度は動作を選択します。こちらも自分で動画を指定することもできますが、今回は用意されているサンプル動画で試してみましょう。5つサンプル動画が用意されていますが、こちらのダンスをしている動画を使ってみます。背景はひとまずこのままで、スタイルを選択しましょう。スタイルは現状3つの中から選べますが、今回はリアルを設定してみましょう。ビデオの長さを選択したら、あとはジェネレートを押して待つだけです。基本的な流れは今までと似ているので、慣れれば非常に簡単に生成することができます。しばらく待っていると早速動画が出来上がりました。アインシュタインが元動画のような動きをしてくれています。 TikTok などや YouTube ショートなどでもこの手の動画はかなりバズりやすいです。例えば自分のスマホで撮った動画を設定することもできるので、こちらもアイデア次第では面白い動画が作れると思います。それでは最後に画像を高画質化できる機能をご紹介します。再びトップページに戻り、アプリの一番右側にあるアップスケーラー機能をクリックしましょう。ミッドジャーニーで生成した桃太郎の実写風の画像を高画質化してみましょう。今までと同じような画面が表示されるので、こちらに画像をドロップします。エンジンという項目からリアルかアニメのスタイルかを選択します。実写風の画像なのでリアルを選択します。次はクリエイティビティという項目を見てみましょう。ハテナの部分をクリックすると細かい説明が書かれています。数値を大きくするとより詳細に加工してくれますが、元々の画像と離れてしまう可能性があるそうです。右側の数値を変更すればプレビューが見れるので、こちらを参考にしてみてください。他にも項目がいろいろとありますが、同様に詳細を見ることができます。ひとまず全体的にデフォルトに近い数値で生成してみましょう。もろもろの設定が完了したら生成のボタンをクリックします。一応比較のためにすべての数値をマックスにしたバージョンも生成してみましょう。しばらく待っていると高画質化された画像が出来上がりました。拡大した状態で比較してみると、ぼやけた部分が高画質化したことがわかります。一方すべての数値をマックスにした画像を見てみると、かなりカオスな状態になっています。それぞれを比較するとこんな感じです。数値は高ければ必ず良くなるというわけではなく、画像に応じて調整する必要があります。これらの数値に正解はないと思うので、元々の画像のスタイルや作りたい画像によって数値のバランスを変更していきましょう。高画質化できる AI ツールはいろいろとありますが、性能と値段からしてもかなり優秀なアップスケール機能だと思います。それでは最後に料金体系について簡単にご紹介します。無料でもある程度遊べるので、まずは無料で機能を試してみてください。その後プランをいろいろと選べますが、ひとまずスタンダードのプランでも十分に遊べると思います。4000円弱と値段もお手頃なので、気になった方はぜひ検討してみてください。今回ご紹介したもの以外にもまだ別の機能があるので、ぜひ一度アクセスして遊んでみてください。また最近ではインスタグラムの投稿を始めました。プロンプトを無料で配布したり、インスタ限定情報をストーリー限定で配信しているので、よければフォローしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。